E. ケビン・シュプファーによるアーコロジーのコンセプトアートアーコロジーとは高い人口密度で住人が居住している建造物のこと。競技としては生産、消費活動が自己完結している建造物のことであり、競技としては都市に匹敵する人口を内蔵する建造物のことを言う。アーコロジーという単語はアメリカの建築家パウロ・ソレリが作り出した建築と生態学の 混成語である。1970年より、アメリカ・アリゾナ州のアーコサンティで実験が行われている。昔から SF の世界では巨大建造物が多く登場しているが、ソレリーの考えは、そのような人間版ハチの巣のような代物ではない。ソレリーは死であるフランク・ロイド・ライトの考えを継承、発展させ、社会的資源を集中させ、資源をより効率的に利用し、 都市スペースをコンパクトにすることにより、環境が維持できると考えた。アーコロジーの概念は、現在の平面的な広がりを見せ、地球を覆いつくさんとする都市のあり方への、アンチテーゼである。それには、著書アーコロジー、ザシティーインザイメージオブマンの中で、都市構造の圧縮、つまり、都市を立体的にして人を高密度で収容し人の、 居住地域を限定することで、平面都市では、市街地となっていたであろう土地を、工作地、農地としたり、食住近接を実現させ車を不必要とすることで、人口過剰や環境劣化という問題の解決を主張している。世界中の多くの都市で、アーコロジーの建設が提案されたことがある。セス、ロディカ、ヘブンリーアボードオンザヤンコデザインウェブサイト、リリーブドエイプリル 2015オールビルディングスビルディングスエンポーリスありがとうございます。